海ゆりは、海ゆり砂に分類される、極秘動物のうち、海ミシダ類を除く一群である。ゆりの名前がついているために、植物のような印象を与えるが、ヒトデやウニと同じ極秘動物の仲間である。植物の茎のような一本の長い指示体の先端に、腕を広げた形状で特徴付けられ、海底から直接腕を広げる、海ミシダ類と対比される。関節を持った、 長い指示体の有無という観点から、海ダ類を、ムブシウミユリ類と称し、海ユリを、セツウミユリ類と称することもある。ただしこの、セツ、ムブシ、ウミユリ、ウミシダという二分法は外見による、便宜上のものであり、分類学上は、本校で解説する海ユリの実を分類するタクソンは、提唱されていない。現在は、水質の変化が少ない各地の深海に住み、 体長は35から50センチメートル。生きている化石としても有名である。海底に生息しているため、生態を見ることはなかなか難しい。古代では浅瀬にも生息していた。海百合は根や茎のように見える指示体と花弁のような腕を持っている。種によっては海藻のような外見を呈し、体色も鮮やかなものが多い。腕によって海中のプランクトンなどを捉え、 餌としている。幼体の間は自由に海を泳ぎ回ることができる。生態になると、海ゆりは普段は岩などに接着して固着性の生活を営むが、稀に器物を離れて海中を漂うこともある。海ゆりの化石、海ゆりの化石が多く見つかるのは約2億5000万年前の地層である。最古の化石が見つかるのはバージェス結岩の中なので、 カンブリア爆発時に出現したと考えられている。海リの体は脆弱であり、全体に骨格が小さな節に分かれているので、それらがバラバラになり、前傾をとどめないことが多い。バラバラの節だけが堆積した石灰岩も見られる。生息数も多いようで、日本からもたくさんの化石が見つかっている。海ウミリの化石を含む 古生代後期の石灰質気力業界案を梅化石という。化石の模様が梅の花に似るため梅化石と呼ばれている。原生の海売りでは日本近海に生息する鳥の足などが知られている。ありがとうございます。